さあ皆さん、理工学を言ってみたいと思います。本日の英文法の全体像はこちら。まず一つ目、4択文法4問。そしてそれだけで終わってしまうともうあっという間でございますので、品詞の問題5問、これを追加して皆さん合計9問いってみたいと思います。皆さん、流れですが、皆さんには1問解いていただいて、そして解説を聞く、そしてまた1問解いていただいて解説を聞く、そういう流れでいってみたいと思います。そして重要な情報ですね、次につながるお話が出ますので、それは授業の一番最後にですね、ホワイトボードにまとめますので、まず皆さんは問題を解くこと、そして解説を聞くこと、そこに専念していただけるとよろしいかと思います。ということで頑張っていきましょう。さみさん、こちら設問の指示の一読をお願いします。では問いの1番お願いします。これは空所の左が Hardly と空所の右が When ですね。これと選択肢見比べていただきますと、もう一発でいけますよね。もちろん正解は3番ですよね。 Hardly、 Had S 過去分詞うにゃうにゃ、そして When、 てんてんてんですね。うんたらかんたらするとすぐにてんてんてん、あれでございます。もちろんコテージに到着するとすぐに雨が降り始めました。そうすると雨が降り始めたのが過去時制でございますので、コテージに到着したのはその前ですよね。ですから過去よりも前ということで過去完了、そういうふうに考えていただいてもいいですからね。ですから正解は3番ということでよろしいかと思います。では続いて問いの2番お願いします。見てこれ、空所の左側のこの辺りですね。そして選択肢にボイル。で、それが並んでいるということは、もちろん水が何度で沸騰するのか。そういう話ですね。まあもちろん水が沸騰するのは100度でいいんですが。で、皆さん聞いたことあるかと思いますが、そういう普遍の真理ですよね。それを表す場合は、現在時制。ですから選択肢の1番と4番の過去時制は削りますね。そして皆さん、ちょっと話変わりますので色分けさせてくださいね。で、あと皆さん2番、3番、もちろんボイル、沸騰すると。沸騰したよー。何かー。ということでございますので、他動詞ではないですよね。何々が沸騰する。ですから自動詞でございます。ですから自動詞は受動態にすることはできなかったですね。そうです、受動態にできるのは他動詞だけですからね。ですから正解は2番ということでよろしいかと思います。では皆さん、問いの3番お願いします。これは真ん中にシンスがいますよね。もちろん期間を示す語句で、期間を示す語句があれば継続を示しますので、当然形は完了形で表せばよろしかったですね。ですから完了形になっていない選択肢の1番と4番をまず削りますね。で、田辺さん、選択肢の2番と3番ですが、皆さんご存知の方多いですね。know は知っているという状態動詞ですよね。そうです。動きがないんですね。ですからそれを進行形にすることはできませんので、2番は×ですね。ですから選択肢の3番が正解ということでよろしいかと思います。さみさん、問いの4番お願いします。これは空所の左が would rather、 この働きを思い出せばよろしいですね。もちろん意味的にはうにゃうにゃであればよいのだが、そうです、仮定法ですよね。まあもちろん助動詞の括弧が使われているのも一応ヒントですが、 would rather、後ろ主語動詞が続きますが、仮定法ということでございますので、主語が the event 単数形でも選択肢の4番ですよね。was ではなく were。これで皆さん仮定法であるというサインになりますよね。ですから正解は4番ということでよろしいかと思います。では皆さん、次の問題の設問の指示の一読をお願いします。で、皆さん、問いの1番、お願いします。さあ、皆さん、これは文末、ベビーシッターという名詞にですね、左側から trustworthy。こういう感じで名詞にかかっててますよね。ですから、trustworthy は形容詞。
で、改めてその形容詞を左側and でつないでおりますので、この depend のところを形容詞に直せばよろしいですね。ですから正解は dependable、 形容詞ですね。そうすることで皆さんベビーシッターという名詞にかけることができました。よって正解は dependable ということでよろしいかと思います。さあ続いて問いの2番お願いします。で、これは右側に speaker という名詞がおりますので、やってることは皆さんこの問いの1番と同じですよね。ですから後ろに名詞があるわけですから、それにかける形容詞に直せばいいんですね。ですから motivational、 これで形容詞でございますので、正解は motivational でバッチリです。で、皆さん問いの3番お願いします。で、これも右側に buildings という名詞がございますので、こちらを形容詞に直せばいいですね。ですから正解は iconic、 それを buildings にかけていただけるとよろしいかと思います。で、皆さん続いて問いの4番お願いします。で、これは左側に座がいますので、名詞に直せばよろしいですね。ですから正解は probability、 これでバッチリです。で、続いて問いの5番お願いします。で、これ右側に uncertainty という名詞がいますよね。ですから名詞にかけると言われたら、やはり形容詞に直せばよろしいですね。ですから financial、 これでバッチリです。さあ、お疲れ様でございました。先ほどできた情報の中で次につながる情報ですね、まとめていきたいと思います。まずは1番目は hardly、 これを見たらもう一瞬で右側の表現ですね、言えるようにしておいた方が安心です。まずは had s 過去分詞、もちろん動詞が起こっているのは一番先頭に否定の副詞があるからですからね。そして後ろの接続詞は when か before、 そしてその後ろも意識しておいた方がよろしいかと思います。もちろん sv 過去、このパターンで訳し方と言われたら、うんたらかんたらするとすぐに点点点ということでよろしかったかと思います。そして皆さん、文と hardly の書き換えとして scarcely がありましたね。そしてこの表現の言い換え問題として no sooner で始まる表現もありましたね。そして後ろの接続詞はもちろん than、 もちろん than が使われるのは左側に sooner という比較級があるからですね。そして二つ目、普遍の真理、つまり現在、過去、未来、いつの時代も起こる現象ですね。それを表すときはということで、皆さん例文ご覧いただけるとよろしいかと思います。見ての通り、goes という表現で表されております。で、皆さん、よくこの形を現在形という方多いかと思います。ただ皆さん、ちゃんと言うとですね、現在形という表現はですね、ございません。正しくは現在時制、うにゃうにゃ形。もちろん見ての通り、goes ですから進行形ではないですね。そして完了形でもございません。はたまた完了進行形でもないですからね。ですから、そういう特殊な形に変形するものでなく、至ってシンプル、普通な形をしておりますよね。ですから、正しくは現在時制、普通形、もしくは現在時制、単純形という風に表現する人もいらっしゃいます。ですから、正式名称はこちらですからね。さあ、3番目、期間を示す語句と言われたら、since や for が有名でしたね。そして、これは皆さん、継続を示しますので、完了形と併用することが多かったかと思います。たぶんこれの理屈に関する解説動画ですね、すでに存在しております。で、それのリンク先はこちらでございます。概要欄に貼っ付けておきますからね、この後ご視聴いただいてもよろしいかと思います。そして4番目、状態動詞は進行形にすることができませんでしたね。先ほどできた動詞であれば know、 knowing っていうのは皆さん罰ですからね。ではこれに関する解説動画も存在しておりますので、合わせてリンク先概要欄に貼っ付けておきます。そして5番目、うんたらかんたらするようになる、先ほど選択肢の中に get to 不定詞という表現がございました。まずもちろんあと2つは押さえておいた方がいいですね。もちろん有名どころは come to v、 そして learn to v も有名ですね。たぶんさん、ポイントとして皆さん、 become to 不定詞は存在しませんからね、という話がございました。で、そのあたりに関する解説動画もリンク先ございますので、概要欄に貼っ付けておきますからね。さあ皆さん、まとめが終わりました。改めてご覧になっていただいてですね、もし知らない情報ございましたら、この後ノートを取っていただいて、で、ノートを取った後はこれですよね。赤シートで隠して、スラスラ言える。そこを頑張っていただけると嬉しいかと思います。ということで、参考になさってください。